パイアプリがインストールされています。ということは爆弾の起爆装置も犯人の手にある。臨時対策本部の指揮権は我々特務一課が預かる。一体何をさせようとしてる。これが朝になったら爆発します。おいジュニア、いやー、私たちはパリに本部を持つ国際的な保険調査機構に所属するシークレットエージェント。単なる行方不明の少女の保護でも、その裏には一族の莫大な遺産と相続をめぐる骨肉の争いが隠されていた。どこの誰なんです。これで袴田グループは全て社長のもの。ねえ知ってる、私たちってこう呼ばれてるの。プレイガー。嘘、そんな偶然。俺が聞きてえ。これ本当に偶然。